ガ興寺、ウ興寺は、奈良県奈良市にある寺院。なんと七大寺の一つ。蘇我馬子がアスカに建立した日本最古の本格的仏教寺院である、宝光寺、アスカ寺が、平城京内に移転した寺院である。宝光寺は、平城京遷都に伴って、アスカから神都へ移転し、ガ興寺となった。ただし、アスカの宝光寺も元の場所に残り、今日のアスカ寺となっている。 奈良時代には、近隣の東大寺、幸福寺と並ぶ大寺院であったが、中世以降次第に衰退して、現在は、岩号寺と名乗る寺院は次の二つに分かれている。奈良市中院町の岩号寺は、古都奈良の文化財の一部として、世界遺産にも登録されている。上記二つの岩号寺は、もともと同じ寺院の一部であるので、本校ではまとめて述べることとする。また、 かつての元号寺を起源とする寺院は他に、奈良市西荒谷町に所在する新言、立州の小党院がある。ここは現在は、奈良市中院町所在の新言立州、元号寺内の収蔵庫内に現存する国宝の五重小党を、アンソル堂が存在した場所として1965年に、国指定の史跡、元号寺小党院跡に指定されている。現在は、江戸時代に混流された。 国造堂の仮堂があるだけである。現在、史跡岩合寺として指定されている地域は、1、奈良市中院町の岩合寺極楽坊、二2、道市芝原屋町の岩合寺等跡、3、道市西野新屋町の岩合寺城東院跡の3カ所である。これらはいずれも、蘇我馬子が六世紀末、アスカに混流した日本最古の本格的寺院、宝光寺。 現在のアスカの後ろ身である。和道三年、七百十年の平城を経営セに伴って、アスカにあった薬師寺、馬屋坂寺、後の幸福寺、大観大寺、後の大安寺などは神父へ移転した。宝光寺は、養老二年、七百十八年平城を経移転したが、アスカの宝光寺も廃止はされずに、元の場所に残った。通常、アスカにある寺を宝光寺、 本願号寺、平城系の型の寺を願号寺と称している。方向も願号も日本で最初に仏法が交流した寺院であるとの意である。奈良時代の願号寺は三論宗と宝昇宗の道場として栄え、東大寺や幸福寺と並ぶ大仮覧を誇っていた。地域は南北四町、約四百四十メートル、東西二町、 約220メートルと南北に細長く、幸福寺の南にある、猿沢池の南方、京、奈良町と通称される地区の大部分が、元は、元号寺の境内であった。猿沢池南東側にある港湾のあたりが、旧境内の北東端、奈良市温泉館、奈良市成川町のあたりが、旧境内の南西端にあたる。奈良においては、東大寺、福寺が勢力を増す一方で、 元ン寺は、律令制度が崩壊する1から11世紀以降徐々に、衰退していった。長元8年、1035年の、同社尊職権独長という資料によると、近藤をはじめとする元ン寺のガランは、この頃には、荒れ果てて見る影もなかったという。この頃、元ン寺の別当が修理のために、現状、現状と並ぶ名物とされた地方の美は、元ン寺を、 五鈴岳天皇に売却したという話が、郷団章、巻3、六十及び六十一、古今諸文集、巻十二中東編第十九に見え、寺の維持のために、地方の琵琶を手放さなければならなかった、元号寺の窮状を伝えている。なお還元四年、二百四十六年の記録では、この頃までに五十頭の四、五十目と総輪が失われ、南大門、首郎が大破していたという。 ガ号寺には、奈良時代の学僧、友光が描かせた、阿弥陀浄土図、友光みつ曼荼羅があったが、平安末期の末法思想の流行や阿弥陀信仰の流星とともにこの曼荼羅が信仰を集めるようになった。曼荼羅を祀る道は、極楽坊と呼ばれて、次第にガ号寺本体とは別の寺院として発展するようになった。これが現在、奈良市中院町にある、ガ号寺。 通称、岩号地獄楽坊である。現存する、岩号地獄楽坊の本堂と前室は、奈良時代に、友光をはじめとする僧たちが住んでいた僧坊を、鎌倉時代に改築したものである。このほか当時の岩号寺では、注文に安置されていた二天像、餅国二天、象徴点とその県属である、野舎像八体、同じく注文に安置され、 中門観音と呼ばれていた十一面観音像が多くの信仰を集めてた。このうち二天像とや社像については旧世紀前半頃に元号寺の僧であった吉明がまとめた日本観霊録や本弱物語集、末期十八代五十話などの仏教説話集に霊言新たかな像として献限されてり、あとに運慶も新五字中門の二天像造流の際に、 この万号寺注文に天造を爆国している神護寺略記。なお、運慶は、京王五国寺の注文再建の際にも、万号寺に天造を模国しているが、東方記、この像は、文明十八年、1486年の土一記で、消失した。また注文観音は、長谷寺の観音像と同じ記で作ったと伝えられ、長谷寺に参詣する者はまずこの注文観音に、 もう出るべきことが、鎌倉時代初めに成立した、研究五巡礼記、大間寺の高参照、森寺本諸辞演技集などに見え、実際に、時期は遡るが、天読二年、971年、省略元年、990年にそれぞれ、長谷寺三景を行った、藤原道綱母や藤原佐根助らがその当時、元号寺に三景して東病などを剣じたことがそれぞれ、影楼日記、 132段、小浮き、小緑元年9月7日嬢に見える。二天像は、応仁元年、1467年に、落雷のため失われたが、この頃すでに元号寺観音堂に移されていた注文。観音は難を逃れ、元号寺観音堂の後ろ身である、元号寺、奈良市芝原谷町の本尊として、現在で祀られている。室町時代の宝徳三年。 1451年、土一期の煽りで、岩号寺は炎上し、五十頭などは、かろうじて残ったが、近道など主要道や、と光みつまんの原本は焼けてしまった。近道は再建されるが、これも文明四年、1472年の王風で、倒壊し、これ以降近道は再建されなかった。焼け跡に住宅が建てられていったこともあり、この頃ろを境に、 寺は、ともみつまんならを祀る、極楽院、五十頭を中心とする、元号寺観音堂、それに、昭桃院の三つの寺院に分裂した。極楽院は、奈良最大寺の末寺となって、新言立宗寺院となり、中世以降は、ともみつまんなら、工房大師、聖徳大師などの民間信仰の寺院として栄えた。一方、極楽院の南にある、岩合寺観音堂の方は、 東大寺の末寺となり、五重塔を中心とする寺院で、あったが、室町時代の火災に焼け残った、創建以降の五重塔と観論堂は、江戸時代末期の安政六年、1859年に、近隣火災の累称で消失し、以後は、元号寺の寺号は継ぐものの衰退している。極楽院は、明治以降は、荒れ果て、 現在国宝に指定されている本堂も1950年頃までは床は落ち屋根は破れて化け物が出ると言われたほどの荒れ方であった第二次世界大戦中の1943年に極楽院の住職となった辻村大園は戦災孤児のための社会福祉事業に尽力するかたわら境内の整備や建物の修理を進めた1962年には辻村により 境内に財団法人願号寺仏教民族資料研究所が設立され、1978年に願号寺文化財研究所と改称、1965年には寺報を収蔵展示する、収蔵庫が完成するなど、徐々に整備が進んだ。願号寺仏教民族資料研究所は、本堂解体修理中に屋根裏から発見された数万点の庶民信仰資料、 イタトーバなどを研究することを当初の目的として設立された。極楽院は1955年にガ号寺極楽坊と解消、さらに1977年にガ号寺と解消されている。2010年8月前室の一部に使用されている木材が世界最古の現役木製建築部材であることが確認された。奈良時代のガン寺ウジは、 南大門、中門、近道、本尊は、弥勒仏、坑道、小道、直道が、南北に一直線に並び、中門左右から伸びた回廊が近道を囲み、坑道の左右に達していた。回廊の外側、東には五十塔を中心とする東東院、西には、小東院があった。小東院には、小型の塔が、屋内に安置されていたものと思われる。 これらの建物はすべて消失して現存しない。なお、行道の背後左右には、数棟ずつの僧帽を、僧の居住する建物があった。これは、東西に長い長屋のような建物で、このうち東側手前にあった僧帽を、鎌倉時代に改造したものが、現存する本堂と前室である。木造工房大師座像及び、木造聖徳大師立像の像内の荷入品の、明細は公室。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。